高速弁当箱炊飯器完成です。じゃーん、おぉすげえうまそう。どうも、豪華ガンチャンネルです。今回はこの超高速弁当箱炊飯器お一人様に最適を実際に使ってみてとても便利だったので紹介していきたいと思います。この炊飯器を買ったのは朝食に毎朝おにぎりを食べてるんですが、いつも多めに3合ぐらい炊いておにぎりを2つ作って残りは冷凍して、で次の日またチンしておにぎりを握ってるんですけど、それだとチンするとちょっとおにぎりがまあおいしくないので、毎回炊けるぐらい少なく炊ける炊飯器があればなと思って探してこれを見つけました。さらにこの炊飯器を使って炊き込みご飯やパスタや蒸し料理なんかも作れるみたいなので実際に作ってみたいと思います。それじゃあどうぞ。よし、じゃあ炊いていきます。の専用のカップに、あ、そうだ、 0.5 合炊いていきます。で、これを専用のカップで水切り1杯と、半分を入れて、あとはお水を140入れます。あとは満遍なく火を入れて、とこの蓋をカチャンと、あとはこのスイッチを押すだけです。とこれで14分経ったら出来上がりです。待ってる間にこのおかずをチンしていきます。これはチキチキボーンです。でシャウエッセンです。レンジでチンします。あと目玉焼きとプチトマトも入れます。このランプが青になったら炊き上がりです。普段は炊いてる途中は赤色に光ってます。それじゃあ炊きます。じゃあこんな感じです。見えるかな。美味しそう。よし、ちょっと蒸らします。あちゃちゃちゃ、よし、どうかな、こっち、注意しましょう。これでおにぎりを握っていきます。これでおかずも入れて完成です。じゃーん。
で、これは弁当として蓋を閉めて、こうやったらそのまま弁当として持っていきます。じゃあこれをだいたいほぼ毎朝食べてます。いただきます。それじゃあ2品目はパスタを作っていきます。蓋をして、よし、この電源ちょっと入れます。あとは待つだけです。さあ、ランプも青になったので開けてみます。じゃーん、あれ、玉ねぎ入れすぎた、ちょっと混ぜにくいのでさらに移します。失礼しました。なんか失敗しました。あまり美味しくない。釜飯の素を使って五目ご飯を作っていきたいと思います。よし、ではこれで蓋をして、電源ちょっと入れて待つだけです。よし、まあ完成です。いけます。こっちオープン。チチチーン。はい。おお。すげえうまそう。うわ、これは大丈夫だ。こんな感じです。完成です。うん。これは。あのパスタの後だから余計美味しい。これは成功です。それじゃあ3品目作っていきます。これで、ね、蓋をして、できてるはずです。あっち、いやー、こんな感じです。あら、こんな感じです。うん、うまい。マジでうまい。
ぜひ皆さんもぜひ皆さんも試してみてください。結構うまいです。